ムハル、リチャード・エイブラムスムハル、リチャード・エイブラムスムハル、リチャード・エイブラムスは、アメリカ合衆国の作曲家、編曲家、クラリネット奏者、ジャズ・ピアニスト、シカゴ生まれ、モダン・クリエイティブ、フリー・ジャズを専門とする、アソシエーション・フォー・ザ・アドバンスメント・オブ・クリエイティブ・ミュージシャンズの発足メンバーの一人にして、初代会長を務めた。早期から、多くの音楽家と共演し、 会長に着任した時期には重要な書録音をリリースするなど有力な音楽家として活躍した。彼が作曲した弦楽史重奏曲第2番はクロノスカルテットによって演奏されている。これまでに彼の名義による幅広い録音を残し、それらの多くはブラックセインとレーベルから発売された。また、アンソニー・ブラックストン、マリオン・ブラウン、 チコフリーマンをはじめとする多くの音楽家との共演の録音も残した。アート・アンサンブル・オブ、シカゴ・バリー・アルトシュル・ハミエット、ブルイエット・アンソニー・ブラックストン・マリオン・ブラウン、クリエイティブ・コンストラクション・カンパニー・ジャック・ディジョネット、ケニー・ロー・ハム、マーティー・アーリック、チコフリーマン・エディ・ハリス・ジョセフ・ジャーマン・リロイ・ジェンキンス、クリフォード・ジョーダン・ドビンケにやったジョージ・ルイス・ロスコー、 ミッチェル・ウォルター・パーキンス MJT プラスサンウディショー。ありがとうございます。